きサポーターの声も飛んでいるといういわきグリーンフィールドです。両チームのイレブンがピッチに入ってきました。まあ、今日一つ試合前の、重さがあったりとか、いろいろ選手も変わったりもしているという中で、立ち上がりどうなのかなというのはちょっと気になるところですね。そのいわきのキックオフで前半スタートです。今日も前線は岩渕有馬の2トップ、ドリブルで運んでいく、パスが出て斉藤シュートに行きました。ニアに来ます。岩渕ファーサイドへ、レンタルで加入をした選手が前線揃っているという形です。こぼれ球拾います。パスにした下田、ダイレクト打つ、クロスバー押し込んだ、枠を捉えられませんでした。良かったですよね。うまかったですね。まあ、そこで、有馬選手、最後川上選手ですかね。中、北島中を使う、浮かせてくる、染野の前でした。ああいうところですね。最後のどういう風なクオリティにするかというところですね。相手の状況も見ながらどういう風にポイントポイントで変えていくのかみたいなのはあるのかもしれないですね。セカンドハーフキックオフです。後半は右エンドにいわき、宮本、浮き球のパスです。ボックスの外から縦に仕掛ける、入ってくる、折り返す、近藤の前、よく足を出しました。チームとしてどういう風に線にしていくかみたいなのがあればもっといいのになという感じはありますね。左足ミドルシュート、大事になってきますね。山下狙ってきた。島田選手もでもね、ずっと出てましたからね、今はもね。そして試合終了です。90分戦って両チーム無得点。